器用か、誰を大切にしたらいいの？同じ行動をしていても、10人いれば1人は自分を嫌い、2人は自分を好きなものです。嫌われたくはありませんが、その人のことばかり考えていては無駄ですから、自分に好意を抱いてくれる2人を大事にしてください。うまく味方につけることができれば、その人たちが守ってくれます。正しい人間関係を構築する方法とは？大切なことは、相手の自尊心を満たす言葉をかけることです。好意を伝えること、大切な存在だと伝えること、そして相手の優れているところを伝えることは大切です。情報収集力を上げよう。人は自分にどんな価値があるかを分からせてくれた人、自尊心を満たしてくれた人には特別な思いを抱きます。影響力ある人間になるために、お客さんが求めていることを調査し、それに応えるビジネスを考えましょう。情報を収集するためには、人間関係を構築して悩みや問題、希望などを聞き出すことが大切です。